はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎ゴースト・オブ・ザ・ダスク6章の途中からです。どうする？話す。話をしよう。誰と話す？加賀。ベグロフの手紙は矢上夫妻が自分の娘を差し出したことに対しての感謝を記したもの。それこそが今回の事件の発端となった機密と考えていいだろうな。ええ、しかし子供の交換などとんでもないことをしたものです。交換された霧島正史の娘は矢上の娘として亡くなったということでいいのか？はい、前に確認しましたが、記録上は生後4ヶ月ほどで亡くなっています。そうか、本当に半年も生きられずにこの世を去ったんだな。話を聞いてみるか。戻る。どうするか。どうする？もうちょっと話すのか。話す。話をしよう。誰と話す？加賀。霧島正史は義父である純一の権力を手に入れるために娘を必要とし、ベグロフはそこに協力した。正史は権力を手に入れた後、ベグロフに何か協力の見返りをしたんだろうか。いえ、調べましたが、正史がベグロフに特に便宜を図ったような形跡はありませんでした。どうも純一は正史に後を継がせた後も様々なことに口出しし、正史の好きにさせなかったようなので、それが理由かもしれません。そうか、その純一が亡くなったのは、考えよう。純一が亡くなったのは1年前。1年前に病死したという話だったな。そしてベグロフは2年前に病死したんだったか。ええ、皮肉なことです。結局ベグロフは霧島正史から大して見返りを受けられずに終わってしまったのだと思います。矢上夫妻の悲しみはベグロフの言う栄光にはつながらなかったか。ええ、少なくとも過去の記録を調べた限り、霧島正史がベグロフの野心に貢献したとは思えません。矢上たちはそこにどれだけ虚しさを感じたことだろう。娘まで差し出したというのに。そういった虚しさも今回矢上が美里に機密を明かそうとした行動につながっているのかもしれない。さて、どうする？推理します。考えよう。ひとまず判明した事実をもとに今回の事件について改めて考えてみようと思う。ええ、ほぼ確信に迫れているはずです。一つ一つ整理していきましょう。まず矢上が今回俺に依頼するきっかけとなった出来事についてだな。それはおそらく、考えよう。矢上が依頼するきっかけとなった出来事は美里が泣いたこと。美里が泣いたことがきっかけとなって矢上は俺に依頼したんだろう。美里が泣いたのは矢上が殺される3日前。偶然にもその出来事の後、矢上は俺という探偵と出会ったわけだ。その時美里が泣いた原因は、考えよう。美里が泣いた原因は本当の親が知りたい。本当の親が知りたいと美里は矢上の前で泣いたんだったな。それで矢上はその望みに応えたいと思ったのだろう。つまり自分が本当の親だと打ち明けたいと考えたんですね。ああ、おそらくだが、矢上はそれまで美里のもとに通っていたものの、打ち明けることまでは考えていなかったんだろう。それは重要な機密だからな。第一、美里が望みもしないのに勝手に打ち明けては余計な混乱を与えるだけだ。確かに。しかし美里さん自身が望んだことで打ち明ける覚悟を決めた。ああ、だが矢上がそうするためには
大きな障害があった。それは考えよう。八神が美里に打ち明けるにあたっての最も大きな障害は。ガルム、八神が親だと美里に打ち明けることなどガルムが許さないだろう。事実、八神は打ち明けようとしたことが原因で殺されたのだろうからな。ええ、そこで八神は神宮寺さんを頼ることにしたんでしょうか。ああ、おそらく美里を守るといったことを俺に頼もうとしていたんじゃないだろうか。何があっても美里には危害が及ばないよう。なるほど、確かに八神が一番守りたかったものは彼女でしょうからね。ただ具体的に八神がどうしようと思っていたのかまではわからないな。あるいは美里を守るためにはどうするべきかといったことを俺に相談しようとしていたのかもしれないが、いずれにしても八神は依頼の内容を神宮寺さんに話す前にガルムに殺されてしまったんですよね。ああ、ただ八神は万が一のこと事態を考えて保険を残していた。屋敷に隠されていた様々なものですね。ああ、メモリもその保険の一つだろう。おそらくメモリの中身は、メモリに入っている機密は美里の出生について。おそらくメモリに入っている機密は美里の出生について明かすものだろう。八神は美里にメモリに入った鍵の開け方を教えていた。メモリの中身が美里の本当の親を知りたいという言葉への答えであるのは間違いないはずだ。そうですね、八神は神宮寺さんと美里さんが出会うことを想定した、知っていたんでしょうか。ああ、そうなるように八神は美里にあるものを渡している。それは考えよう。八神が美里に渡したものは神宮寺の名刺。俺の名刺を八神からもらったと美里は言っていた。何かあった時は頼るようにと。なるほど、名刺を。しかしそこまでしておいて八神は具体的なことを神宮寺さんにも美里さんにも言っていないんですね。やはり美里さんに対しても何か危険があるか、自ら真実を求めて動くまでは何も情報が得られないようにしたんでしょうか。ああ、そういうことだろう。覚悟を持たなければいっそ知らない方がいい真実ではあるからな。確かにガルムの存在もありますし、美里さんには桐島正史との関係もありますからね。しかしメモリに入っている機密は美里さんの本当の親を教えるためだけのものなのでしょうか。だとしたら八神が美里さんの親であることを桐島正史がほぼ認めた時点でメモリを調べる必要はあまりなくなりますが、わからないが、ただ八神がメモリという形式で残したことには何か意味があるのかもしれない。もしかしたらそれは公安から見たら取るに足らないようなことかもしれないが、八神個人からしたらとても重要なものがメモリの中に入っているかもしれないですか。ああ、勘だがな。どちらにしろ乗りかかった船です。ここまで来た以上はメモリの内容を突き止めますよ。どうするか。どうする？話す。話を聞いてみるか。誰で話す？加賀。これからですが、さっき桐島正史に言われた通り令状を取りたいと思います。令状がない限り話も聞けないでしょうし、桐島家にも近づけないでしょうからね。ああ、しかし相手は大物政治家だ。公安といえどそう簡単に取れるのか。
今の状況では難しいかもしれませんね。マサシ本人が犯罪に関わっているという証拠などはありませんし、ともかく各所に掛け合ってみます。何を名目にしてでも令状を取るつもりです。頼む。あとはメモリのリーダーのありかを探していかなくてはな。ええ、屋敷の捜索の手配も行っていきます。準備ができ次第またご協力いただけますか。早くても明日以降になると思いますが。もちろんだ。それまでは事務所でおとなしくしているとするか。そうしてください。ガルムがまた神宮寺さんを狙ってくる可能性はありますからね。事務所周辺は警備を強化しているので、特に必要がなければ事務所にいていただくのが一番だと思います。ああ、では何か動きがあったら連絡をくれ。俺はそこで加賀と別れて事務所に戻った。もうこんな時間か。物思いにふけっているうちにいつの間にか日が暮れていた。こうしていると昨夜ここで交わした美里との会話を思い出すな。あれから彼女が望んでいた答えが分かったが、今どんな気持ちでいるのだろう。八神が親であることを知った時はその事実を受け止めるので精一杯といった様子だった。その事実に対して美里はこれからどう考え、どう行動していくのだろう。できれば相談に乗ってやりたいが、美里と会うのはやはりしばらくは難しいのだろうか。考えにふけっていた時、事務所のチャイムが鳴った。どうする？聞く。誰か来たのだろうか。隣の部屋からは陽子くんが応対する声とどこか騒がしい声が聞こえてくる。少なくとも来訪者は加賀ではないようだ。それになんだか不穏な様子だな。なんだ？どうする？移動します。急ぐ。どこに行く？事務所。俺は事務所へのドアを開けた。事務所に一歩入って思わず息を呑んだ。お揃いで。そこには昼間別れたばかりの霧島正史たちの姿があった。なぜここに？どういうことだ？どうする？話す。話をしよう。誰と話す？正史。霧島さん、どうしてうちに？美里が神宮寺探偵事務所の名刺を持っていた。それで調べさせたらお前がその所長だと分かってな。よくもさっきは公安などと嘘をついてくれた。俺は一言もそんなことは言っていないんだがな。まあ特に勘違いを否定することもしなかったが、まあいつも通りだよね。うちにはその苦情を言いに来たんですか？美里どこにやった？美里さん？またここでかくまっているんじゃないのか？いえ、そんなことは。どういうことだ？マサシがこう言うということは、今美里は考えよう。今美里は霧島家にいない。今美里さんは自宅にいないということですか？自分の部屋にこもっていると思ったらいつの間にか家からいなくなっていた。なんだと？まさかまた美里は家出したのか？どうするか。どうする？話す。確認しよう。誰と話す？まさし。クラブ白雪などはもう探しましたか？ああ、心当たりは全部探したが、どこにもいなかった。
まったく心配ばかりかけて。マサシの顔はひどく青ざめている。本気でミサトを案じているように見える。それこそまるで父親のように。その時電話の音が鳴り響いた。事務所の電話でも俺のスマートフォンでもないな。なんだ。どうする。見る。確認しよう。何を見る。マサシ。マサシは懐からスマートフォンを取り出して電話に出た。もしもし。なんだ。今取り込み中で。何。本当なのか。美里が。場所は西新宿八神の屋敷か。わかった。すぐに行く。なんだ。何があった。どういうことだ。どうする。話す。話をしよう。誰と話す。マサシ。どうしたんです。もしかして美里さんの身に何か。お前には関係ない。マサシは青ざめきった顔でそれだけ言うと、秘書とともに事務所から立ち去った。ただごとではない様子だ。一体何が起こった。どうするか。どうする。まあ行き先は聞いたからね。ついてこっか。移動します。急ぐ。どこに行く。外に出ます。マサシたちはどうやら八神の屋敷に向かったようだ。俺も行ってくる。わかりました。ただ嫌な予感がします。くれぐれも気をつけてくださいね。ああ、何かあったら連絡する。俺は飛び出すように事務所の外に出た。急ぐ。どうする。カガッチ呼んだ方が良さそうだけどね。移動します。行くべき場所は。どこに行く。他の場所へ。八神の屋敷に行きます。屋敷に向かうと、そこはかつてない創造しさに包まれていた。これは、どういうことこれ。一体何があったんだ。あれは。どうする。なんか全然風景違うよね。見る。なんだ。何を見る。あたり。パトカーなどの警察車両が屋敷の周囲を取り囲み、さらには機動隊までいる。今警察が駆けつけている最中のようで、こうして見ている間にもパトカーなどが続々と増えている。また近所の住人が警察によって避難誘導されているようだ。確認しよう。えらいこっちゃだね。何を見る。屋敷。トラックが建物の中まで突っ込んでいる。ひどいありさまだ。ただの不注意でこうなったとは思えない。おそらく屋敷に向かってトラックをわざとバックさせたのだろう。なぜこんなことを。向こうから突き抜けてきたんじゃなくてバックで突っ込んだんだね。何を見る。トラック。トラックの中に人は見当たらない。運転手はどこに行ったんだ。近づかないで。危険ですので下がってください。状況確認してると警官が俺にそう呼びかけてきた。すまない、話を聞きたいんだが。いいから早く行きなさい。その場から追い立てられようとした時、神宮寺さん、あ、加賀地いたよ。加賀が警官をかき分けるようにしてこちらに駆け寄ってきた。その背後には桐島正史の姿もあり、加賀に続くように俺の元にやってきた。俺を追い立てようとした警官は加賀たちを見ると慌てたように俺に一礼して立ち去った。どうするか。どうする。どういうことよ。話す。話を聞いてみるか。誰と話す。加賀。ちょうど連絡しようと思っていたところです。
しかし、どうしてここに？さっき、うちに霧島議員が来たんだが、その時に話を聞きつけたんだ。それで来たのか。ええ、あなたがただならぬ様子だったので。一体何があったんです？美里さんの身に関わることのようですが。それは自分の方から説明しましょう。神宮寺さんにご相談しなければならないこともあるので。俺に相談？とにかくまずは状況を聞こう。話をしよう。誰と話す？加賀。それで何があったんだ？ガルムが美里さんを人質に屋敷に立てこもっているんです。何？どういうことだ？どうしてそんなことに？今から30分ほど前のことです。突然トラックが屋敷に乗り込んできて、その時屋敷の外には見張りの警官が数人いましたが、それをものともせずトラックは門や壁を破壊し、そのまま瞬く間に屋敷を占領してしまいました。そのトラックの運転手がガルムか？ええ、自分が直接確認したわけではありませんが、目撃証言などからすると間違いないはずです。そしてガルムは美里さんと思われる女性を連れて行ったそうですが、こちらも目撃証言や美里さんが現在行方不明という状況などから本人と考えて間違いないはずです。聞きたいことは？何を話す？ガルムについて。ガルムがここに来た時、屋敷の中には誰もおらず、外に見張りの警官がいただけでした。ガルムは美里さんを人質に警官たちに敷地から立ち退くように要求。警官の一人が美里さんを助けようとガルムに銃を向けたそうですが、逆に銃を奪われ、5人いた警官が全員足を撃たれることになったそうです。なんだと？チートかな？銃に頭が5発ありましたが、一発を漏らさず5人の足が撃ち抜かれていました。信じられませんよ。やっぱりチートか。ああ、とんでもない腕前だ。銃は弾を撃ち尽くしたためか、その場に捨てられていました。その後、ガルマは身動きできない警官を横目に、屋敷内に爆発物らしきものとカメラを設置し、我々が助けに駆けつけた時には、屋敷の中に立てこもっていました。許可なく屋敷に入れば爆弾を作動させるとこちらに警告して。爆発物らしきものというのは本物の爆弾なのか？その可能性が高いです。仕掛けられていたのは20センチほどの長方形の箱にリード線や無線機がついたもので、形状などからプラスチック爆弾ではないかと思われます。無線機や爆弾を遠隔操作するためのものか。そのはずです。市販のトランシーバー用受信機が使われていました。カメラや爆弾は具体的にどこに設置されているんだ？少なくとも廃屋と小屋の玄関、トラック付近に設置されているのは確かです。玄関に設置された爆弾は遠隔操作以外にドアを開くことでも爆発する仕掛けになっているようでした。警察の屋敷への侵入を阻止するために設置したのか。ええ、そういうことでしょう。それ以外にも爆弾などが仕掛けられている可能性はあるのか。確認できたのは外から見える場所に設置されたものだけですので、他にもある可能性は十分考えられます。ちなみに設置されていたカメラは市販の無線の防犯カメラでした。
侵入者と屋敷の外の様子を確認するためのものでしょう。何を話す？美里について。美里さんには手錠がつけられていたそうで、ガルムに無理やり引きずられるようにして屋敷の中に連れ込まれたようです。どうしてそんなことになったんだ？美里はいつガルムに拉致された？正確な経緯は分かっていませんが、少なくともうちにガルムが侵入したということはない。美里がうちを抜け出した後なのは間違いないだろう。一人で外にいるところを拉致されたのか。しかしなぜガルムは美里を拉致したのか、嫌な予感がする。聞きたいことを。何を話す？現在の状況。美里は人質に取られている。そして屋敷には爆弾など仕掛けられていて侵入できないようになっているか。ええ、ガルムにはカメラでこちらの様子が分かっているようです。屋敷の敷地内に入ろうとしようものならすぐに電話で美里さんに危害を加える旨の脅しが飛んできます。大した警戒ぶりだな。警察には身動きを取らせないつもりか。手際が良すぎるよね。感心したくはありませんが、たった一人でよくもここまでできるものです。さすが元カーグーベイと言うべきか。ああ、番犬の本領発揮だな。ところで、ここからガルムと美里の姿は見えないが、屋敷のどこにいるんだ？外から目視と赤外線での探知をした限りでは、廃屋と小屋の地上部分には誰もいないようでした。じゃあ地下だね。では地下にいるということか。何を話す？ガルムの目的。ガルムは何を目的にここに立てこもっているんだ？ガルムはこちらにメモリを要求しています。メモリを？俺たちが発見したことをガルムは知っているのか？警察が所有していることを確信している口ぶりでした。おそらく美里さんから聞き出したのではないでしょうか。なるほどな。要求があったのはつい先ほどのことです。1時間以内に持ってこなければ美里さんを殺すとの脅しをかけてきました。また偽物を持ってきても殺すと。本物のメモリを持っていったら美里は助かるのか？いえ、殺さないと言っているだけです。受け渡し方法などこちらとの交渉も一切拒みました。そうか、美里が助かる保証はないと言った方がいいな。ええ、またここからが重要なのですが、メモリを持ってくる人間としてガルマ神宮寺さんを指名しました。俺を？ええ、その連絡をしようとしたところにちょうど神宮寺さんがいらしたんです。どうしてガルマは俺を指名したんだ？指名した理由までは言っていませんでした。ただ今までガルムは様々な形であなたを狙ってきた。メモリを持って行ったが最後、無事には戻ってこられないかもしれません。確かにその危険は考えられるな。話を聞いてみるか。誰と話す？マサシ。ガルムはこういった行動に出ることについて何か聞いていましたか？知るわけがないだろう。しかし、ガルムとは連絡を取り合っていたのでは？違う。あの男とはベグロフが死んで以降、連絡などほとんど取っていない。ほとんどってことは全くってことではないってこと？美里の家出のことも知らせていなかったくらいだ。マサシは激高した様子でそう怒鳴った。
ガルムとの関係自体は認めるんですか？マサシははっと息を呑むと、うろたえたように目をさまよわせた。本当のことを教えてください。こうしている間にも、ミサトさんは…マサシはわずかな沈黙の後、うめくように言った。わかった。話す。その代わり、ミサトを助けてくれ。ええ。マサシの言葉に俺は力強くうなずいた。やはりマサシはミサトの身を心から案じている。もう嘘も隠し立てもしないだろう。ミサト救出のため協力できると考えていい。ガルムとのやりとりについて詳しく教えてください。少なくとも一昨日はガルムと連絡を取ったんですよね。ああ、その前、5日ほど前にも一度向こうから連絡があった。その時に美里のことを問いただされたから、家出のことを話した。それから一昨日になって、美里がクラブ白雪という店で、里見という名前で働いていることを教えられたんだ。美里の最近の写真も渡された。化粧などでだいぶ雰囲気が変わっていたが、おかげですぐに探し当てることができた。なるほど。おそらくガルムは里見についていろいろと調べていたのだろう。そして美里であることを確信してからマサシに教えた。ガルムは美里さんの居場所などをただあなたに教えただけですか？いや、ここのところ機密のことで妙な動きがあるから、すぐに美里を自宅に連れ戻すようにと言われた。そのまましばらく閉じ込めて、外と一切連絡が取れないようにしろとも。そんなことを。おそらくガルムは美里さんが俺たちと接触できないようにしようとしたんでしょうね。出生に関する真実を万が一にでも知ることがないようにと。そういうことだったのか。君たちのことまでは聞かされていなかったが。しかし、美里さんは真実を知ってしまった。ガルムはそれに気づいて美里さんを拉致したんでしょうか。もし、そうだとしたら。マサシは唇を震わせ、顔を一層青ざめさせた。美里は、きっと殺される。ガルムの要求に従ってもですか？あの男は、私に美里を連れ戻すように言った時もこう言ったんだ。もし美里が真実を知って下手な動きを取るようなら、美里を殺す必要があると。そんなことを？美里は存在自体が機密に関する最大の証拠だ。何も知らずおとなしくしている分にはガルモもことを荒たげることは考えなかっただろうが、美里が真実を知り家を抜け出すという行動を取ったことでガルモは殺す必要があると判断した。だから美里を拉致したのか。今するべきことはどうする？考えます。1時間以内に俺がメモリをガルムの元に持っていくこと、それがガルムの要求だ。ガルムの要求に従って俺はメモリを持っていくべきなのか。このまま何もしなければ約束の1時間が過ぎたところでおそらく美里は殺されるだろう。しかし、要求に従っても殺されるかもしれない。その時は、おそらく俺も一緒に。一体、どうすべきなのか。考えよう。ガルムの要求に従う？ガルムの要求に、まあ従います。加賀、
俺にメモリを渡してくれるか？ガルムの要求に従おうと思う。本気ですか？しかし。要求に従わなければ、ミサトは確実に殺されるだろう。だが、要求に従えば、ミサトを助ける方法を探ることができるかもしれない。ミサトさんを助ける方法を探る。どうやってですか？要求を飲むといえば、おそらく俺は屋敷の中に入れるはずだ。それでまずは中の詳しい状況をつかむ。そうすれば何か見えてくることがあるかもしれない。かもしれない。可能性は否定しませんが、危険すぎます。それは覚悟の上だ。こんな事態になったのは俺の責任でもあるはずだからな。何としてでも美里を助け出さなければ。それに俺は八神の依頼を果たすことをまだ諦めていない。あなたという人は、こんな状況でも依頼のことを考えるんですか？まあ、性分だな。もちろん人命優先ではあるが。蚊が少しの間俺を見つめてからやがて苦笑した。全く肝が据わっている。おかげで僕も肝が据わってきましたよ。それまで不安と焦燥が浮かんでいた蚊の目に強い意志の光が灯った。今は最悪の状況ではありますが、考えようによっては絶好の機会でもあります。あのガルムが目の前の屋敷に確かに存在しているのですから。そうだな、今こそガルムを捕らえる時だ。そう思うことにします。ガルムを捕まえることであなたと美里さんを助け、そして篠塚警部の無念を晴らすのだと。頼りにしている。必ず成し遂げてくれ。俺が手を差し出すと蚊がそれを力強く握ってきた。ええ、全力を尽くします。それから俺たちは現状で考えられる方策について一通り話し合い、ガルムから指定された時間が過ぎる前に要求に従う旨の連絡を警察を通して入れた。神宮寺さん、あなたの電話でこれから直接連絡するようガルムから指示がありました。どうする？持ち物使います。スマートフォン使う。俺は指示通りガルムに電話をかけた。よー探偵、俺の頼みを聞いてくれるそうだな。お前ならきっとそうするだろうと思ったよ。そうか、俺のことを随分とよくわかっているようだな。ここのところじっくり観察させてもらっていたからな。さて、これから俺の言う通りに動いてもらおうか。体が吹き飛ぶことになりたくなけりゃ、おとなしく従った方が身のためだ。わかった。どうすればいい？まずトラックでぶち抜いた穴から入って廊下の鏡の前まで来い。着いたらそこで俺の指示を待て。そこでガルムとの通話は一旦終わり、俺は蚊を振り返った。これから屋敷に行く。メモリは用意できてるか？ええ、それとこれを。蚊がメモリと一緒に俺に腕時計らしきものを手渡してきた。麻酔銃か？これは端末になっていて、音声と映像をこちらに送ることができます。麻酔銃ではなかった。屋敷の中で何かあればこれで撮影などしてください。ただしガルムには悟られないように。ああ、わかった。
もっともガルムのことだから気づくかもしれませんが、それまでに一つでも多くの情報をこちらに送ってもらえると助かります。もちろんだ。俺はメモリを受け取り、腕時計型の端末を身につけた。今するべきことは？どうする？じゃあ移動します。急ぐ。どこに行く？中に入ります。では俺は行くが。ええ、くれぐれも頼みます。ああ、そっちもな。どうした？俺はカカたちに見送られながら、廃屋の中に足を踏み入れた。指示された通り、鏡の前まで来たが、どうするか。どうする？はい、じゃあ今回はここまでにしておきます。続き気になるね。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。